皆様こんばんは、さっきんチャンネルの清本さつきです。実は私6月の末頃にきちんとした形でセミナーを初めて開催しようと企画してまして、その準備の様子とか、どういうふうにこう進めていくかっていうのを記録に残せたらなと思って、この動画を回しています。セミナーって言ってもガチガチのセミナーっていうよりかは、やっぱり私らしく、自分らしく、ときめきとかサプライズとかそういうのが詰まったような時間にしたいなと思ってます。で、今1時40分なんですけど、この後2時からその一緒に企画進めていってくださる会社の方と打ち合わせがあるので、ちょっとその様子も撮影したいと思います。なんか結構私の中でこのセミナーをやることにすごく大きな意味があって、しかもいっぱい、もうたくさんいろんな意味があるんですよね。で、もう第一にその来てくださるキャストさんに対してこうセミナーでも価値を提供したいっていう風に思ってるので、まあ、本当にちょっと真剣に企画したいなと思ってます。こういう伝えたいことをどんどん書き出して、これが指名獲得テクニックの資料なんですけど、まあ、なんかこういう感じ でこれを資料に綺麗に清書して、それを資料にして当日お見せしたいなと思ってます。で、これ全部 iPad に今でもさあ、これ1時間で終わるかなっていうぐらい、もう伝えたいことがいっぱいあるんですよね。場所も一応決まって、で、申し込みももう始まってるんですけど、なんとね、50名近く応募いただいてて、まあ、せっかくなので、もう全ての方にお越しいただきたいなって思うんですけど、ただやっぱり人数のその会場のキャパの都合で、もう本当に厳選なる抽選で参加の、ご参加いただく方はこうご案内したいと思ってるんですけど、はい。手伝いしてくれてます。ありがとう。それなんですか？特化した内容を意識されるといいと思います。キャストの A さんと B さん比較してみると、感情を動かされてる状態なんですね。で、こうなったら、じゃあまず
右側にいらっしゃる女性送りたいよね。まあやってた感じどうでした？ぶっちゃけぶっ続け2時間半っていう、なんか予行練習では、うん、まあそのない時間がオーバーしてるんじゃないかっていうので途中でちょっと巻き気味に勝手にでもそうなのかなってあって、はい、ここまでセミナーの準備そして当日までの様子をご覧いただきましたが、改めまして先日私のセミナーにお越しくださった皆様、わざわざ時間とお金をかけてご足労くださり本当にありがとうございました。後日アンケートを通して皆様からいただいたご感想そしてご意見すべて拝見しました。本当に皆様の正直なそのお気持ちご感想とかあとご指摘いただけて本当に嬉しかったですし、まずその改善しないといけない点も多々あったかと思うんですけれども、そのあたりはきちんと次回までに、まあ、改善できるよう取り組みをしてもっともっと価値のある時間を皆様に提供できるようにこれから心がけてまいります。ちょっと自分の話をしたいなと思うんですけど、私は発信活動を始めてもう5年になるんですね。気づけばもうこんなに経ってたっていう感覚なんですけど、私が発信を始めた当初からずっと一貫して心に決めていたことは誠実な発信をすることでした。私たちの業界ってやっぱり誤解というかなんか偏見を持たれがちだし、こう堂々と人にこういう仕事してますってまだまだね胸を張って言えるものではないじゃないですか。なので私も自分がこう顔を出して活動するようになってからこう友達って本当にね減りましたし、地元の人たちとも疎遠になったんですよね。まあ、でもだからこそこの私の仕事を立派な一つの仕事として向き合ってる一生懸命な姿を見てほしいって思いました。まあ、すでに見バレもしてるんですけど、でもこれからもしこう、まあ、自分の知ってる人が私の活動を知った時に、あ、この人って実はこんなに頑張ってたんだとか一生懸命なんだっていう風に感じてもらえたら、私にとってはそれがもうそのなんか何やろ、発信する甲斐があるというか、自分にとってそれがすごく嬉しいことだなと思いますし、よく思わない人がたくさんいるからこそ私たちは誠実であるべきとか一生懸命であるべきだと私は思うので、発信一つ一つ本当に真心込めて行っております。なんかねこういつも業界のためにとか女性のお役に立ちたいっていうことを言ってるので、なんかこうキャラクター的にもちょっとなんか偽善者っぽいところあると思うんですけど、でも正直一番最初 SNS を始めたのはもう自分のためだったんですよね。自分がやってきたことをこう間違いだと思いたくないというか、10年近く頑張ってきた残してきたものを正解にしてあげたいというか、そういう気持ちがあって、なんか普通の女性よりも女性らしくありたいし、どこに行っても価値のある人間、まあ、価値のある女性でありたいっていう気持ちはもう本当に誰よりも強く持ってて、なので品性とかそういった部分を大切に思いながら発信をしてきたんですね。まあ、それでちょっとずつですけど私の発信していることに共感してくださる女性が増えてきて、であとはまあ店長になったりとかそういった肩書きで活動していくうちに DM とかグループ問わずになかなか人には話せないことを私に相談してきてくださったりとか、そういう女性が増えてきて、他の女性のお役に立てることってこんなになんか自分のことも幸せにしてくれるんだっていう風に感じるようになってきたんですね。そうなんかもうね純粋に嬉しいんですよ本当に、その他の女性と関われることとか頼りにしてもらえることが、はい。で現役を引退して店長も退いて業界にプロフェッショナルな女性を増やしていきたいっていうことが
私の目標なんですね。今のもちろん業界に特化するっていうことも大切だと思うんですけど、私は引退した後にどれだけ多くのもの、多くのスキルとか価値観をその後の人生に持っていけるかっていうことが大事だと思ってるんで、そのあたりにこうフォーカスして、より女性らしさとか、その品性とか、コミュニケーションの大切さとか、まあ、マインド的なところを皆様と共有できたらなっていうふうに考えています。そのために一番理想的な形ってこうセミナーなのかなって私は思って、それで先日のセミナーを開催したんですけど、これからも、まあ、年明けをめどにセミナーとかそういった女性と関わる機会を持っていけたらなというふうに考えています。そして次回のセミナーは、来年の2月に開催したいなと計画しておりますので、ぜひですね、もし興味のある方、一緒にプロフェッショナルを目指していきたいって考えてくださる女性がいらっしゃいましたら、ご参加いただけたらなと思います。まだ先のことなので、もしかしたら変わるかもしれないんですけど、1年ぐらいを目安にしてセミナーを定期的に開催していって、その、まあ、私の今までの経験とかあらゆることをこうシェアさせていただく機会を作っていきたいなと考えております。プロのキャストというよりかは、もう女性としてのプロフェッショナルを私と目指していきませんか、ということで、はい、また詳細が決まりましたらその都度ご報告させていただきたいと思います。長くなりましたが、今回も最後までご覧くださり本当にありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなって思ってくださった方は、グッドボタンと、あとチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。